ミュースカデミュースカデは、フランスのロワール川川口付近で作られる奥、ワインである。軽く、さっぱりとした味わいの辛口白ワインである。フランスの奥ワインは、村名、その区域を代表する村名、またはその地域の通称名を用いたものが多い。しかしこのミュースカデは、使用されている、ブドウ品種、ムロンドブルゴーニュが、マスクメロンに似た香りを持っているから名付けられたと、 されている。この地方でワインが作られるようになったのはローマ皇帝プロブスの頃3世紀の半ば頃とされている。18世紀の初め頃に今のようなミュースカデの形ができたという。海から1 0トルほどのところから1 1 0トル内陸に入った村まで広い範囲に及ぶ。ロワールアトランティック県の70カ村、南東に接するメーヌイコールエイコールロワール県の10。 カソン、それに、南隣のバンデ県の4カソンが、指定地域になっている。ミュースカデ地区には、次の奥がある。淡いマスカットに似た香りを持つ、フレッシュで、フルーティーな辛口の白ワインで、強い酸味がある。奥ワインの中では、価格が安く、1000円前後で売られているものもある。魚介類によく合う。また、寿司など和食にも合わせやすいワインの一つである。 スユルリーの表示のあるものが多いが、これはワインの醸造中に檻を引かないで生産されたものの意味である。ありがとうございます。